はい、どうも皆さんこんにちは。イヤホンやヘッドホンを専門にレビューしている YouTuber のダラノです。今回ご紹介しますのはこちら。最新の技術に対応していて音質もいい6000円台とコスパもすごすぎる注目の完全ワイヤレスイヤホン、サウンドピーツ Air3 Pro、 今回ご紹介します。最近ノイズキャンセリングも搭載されていて格安の完全ワイヤレスイヤホンが多く発売されてますが、今回もかなりすごくて6000円台でノイズキャンセリングが搭載されています。でしかもね、コスパのいい完全ワイヤレスイヤホンを多く発売してきたサウンドピーツが音質重視で設計したということで、音質もねこの価格帯と考えると相当いいので、もう本当に要チェックです。もちろんね、外音取り込み機能も搭載されていて、オンにするだけでイヤホン外さなくても周りの音を聞くことができます。またゲーミングモードという低遅延に、ね、なるモードも搭載されていて、ゲームや映像も楽しみやすいです。特に注目したいのが最新コーデックのね aptX アダプティブに対応しています。ハイレゾも楽しめるので、この価格でねハイレゾも楽しめる完全ワイヤレスイヤホンは今まで紹介してこなかったので、本当にすごいコスパです。ではね、詳しくご紹介していきますので、開封シーンをどうぞ。はい、ではですね、 Air3 Pro 開けていきます。パッケージがねこのようにこうキラッとね輝く、結構ね気合の入ってる感じがするパッケージになってますね。開けていきます。はいはい、おー来ました。こうですかね。まず付属品を見ていきましょう。まずこちら取扱説明書ですね。このようにね、日本語でしっかりと書かれているので分かりやすいと思います。まずこちら充電用の USB ケーブルですね。タイプ C になってます。で、こちらイヤーピースですね。これが S。で、今イヤホンに装着されているのが M。で、これが L なので合計3サイズ付属してきます。これ見て分かる通りですね、かなり楕円形になってますね。こちらから見ると分かりますかね。かなり楕円形になってますね。さあ、ではケース見ていきましょう。はい、こちら Air3 Pro ですね。まずこれ触ってみた感じね、非常にこれマットな質感になっています。触ってみるとかなりしっとりとした質感になっていて、この手に馴染む感じがありますね。かなりマットな質感です。で、上にですねサウンドピーツのロゴが入ってます。このような感じになってまして、下にですね充電するときに使う USB Type-C の端子がついてます。で、蓋を開けますとこんな感じになってます。ここに LED ついてるようですね。はい、で、こちらがイヤホン本体ですね。まずここにサウンドピーツのロゴが入ってますね。このような感じになっていまして、非常にですねこのシンプルなデザインになってますね。このスティックの部分もそんなにこう長くないです。結構短めだと思いますね。で、こちらに R と書かれているので、左右の識別もしやすいですね。で、イヤーピース外すとこんな感じになってます。やはり楕円形になってますね。はい、じゃあケースにしまっていきます。うん、まあ、こうやってね上からこの落とすような感じのケースになってるので、まあ、そんなにね磁石が強いような感じはないですね。普通にこうストンと入れる感じですね。この LED がかっこいいですね。ケースの大きさもね、手の上に乗せるとこのぐらいで十分コンパクトで、マットな質感でね非常に手触りいいので手に馴染みますね。で、一応比較しますと、こちらが Air3 ですね。ケースの形状も似てるとはいえ、 Air3 Pro の方がちょっと大きめにはなってますね。で、また質感もこっちはですねちょっとこうツルツルとした感じになってるんですけども、 Air3 Pro はかなりマットな質感になっていて滑りにくいですね。見てわかる通りですね、イヤホン本体のデザイン非常に似ているんですけども、そもそもイヤホンのタイプが違います。 Air3 はこのねイヤホンの先にこのゴムのやつをつけないタイプ、耳にねただ引っ掛けるだけなので、こう密閉はできないタイプなんですね。で、一方 Air3 Pro はカナル型といってね、このようにイヤホンの先っちょにゴムがついてるタイプで、しっかりと密閉することができるので、ノイズキャンセリングの効果も期待できるということですね。はい、ではですねペアリングしていきます。一番最初ですね、イヤホンの蓋を開けるだけでペアリングモードになります。開けます。そうするとこのようにですね Air3 Pro と出るので、これタップしましょう。そうするとねこのように接続済みになります。簡単ですね。はい、ということで先ほどの開封シーンから1週間使用しました。いつも通りですね、使ってみていいなと思った部分と、ちょっと微妙だなと思ってしまった部分も述べていきます。まずいい部分ですが、このマットブラックのデザインですね。ケースはね映像で伝わってるとは思うんですが、かなりマットな質感です。滑りにくくてね手にしっかりと馴染みますし、やはりマットな方がねシックで高級感も感じますよね。指紋もねつきにくいですし、細くてねなんかこのジッポライターみたいな持ち心地のいいデザインでね、ケースの質感はかなり好きですね。イヤホン本体はねよくあるデザインなんですが、作りがね雑な感じもないですし、しっかりとしてますね。つけてみるとねこんな感じで、結構
コンパクトですよね。あんまり目立たないと思います。装着感もね、この耳の奥すぎずね、手前すぎず、ちょうどいいところにフィットするので、特に不満を感じる方少ないんじゃないかなと思います。僕もね、全く不満がないですね。かなりいいところにフィットします。それからノイズキャンセリングについてですが、いつもね、10段階でノイズキャンセリングのレベルを表現しています。10段階だと8点ですね。もうね、2万円以上の完全ワイヤレスイヤホンでもう8点と表現しているものもあるので、この価格と考えると相当いいですね。まあ、低音のノイズをしっかりと軽減してくれるので、電車に乗った時にね、すごい効果を実感できると思います。電車の低音ってどうしてもその楽曲の低音の部分にね、影響が出てきてしまって、いまいちこのね、低音の感じが聞き取れなくなってしまう。はっきりとわからない感じになってしまうんですが、まあ、これだけね、低音のノイズをしっかりと軽減してくれるので、まあ、実際にですね、電車に乗っても、しっかりとね、この楽曲の低音の部分をね、聞き取ることができるので、あんまり音量を上げることもなかったので、個人的にはかなり実用的だと思いますね。それからですね、外音取り込み機能も搭載しています。これもね、10段階で表現すると8点ですね。まずそのね、音を取り込む時に、サーっていうホワイトノイズがね、安い完全ワイヤレスイヤホンだと大きい場合もあるんですけど、Air 3 Pro はね、大きくないので使いやすいですね。音もね、変に誇張したような音ではなくて、自然な音をね、取り込んでくれるので、周りの状況もね、把握しやすいです。まあ、少しだけね、自分の声がね、こもってる感じはあるものの、値段を考えればね、十分すぎるレベルと言えます。それからね、ゲーミングモードという低遅延に、ね、なるモードも搭載されています。最大ね、60ミリセカンドまでね、遅延を少なくしてくれるということで、60ミリセカンドって 0.06 秒ですから、0.1 秒以下ですからね。僕は映像を見ても遅延は全く気にならなかったですね。まあさすがにね、音ゲーみたいなタイミングが重要なゲームではない限り、ゲームや映像もね、十分楽しめると思います。それからタップ操作についてですが、右をですね、1タップで音量を上げ、2タップで再生一時停止、3タップでですね、音声アシスタントが起動します。あとね、1.5 秒長押しで曲送りとなっています。左はですね、1タップで音量を下げ、2タップですね、右と同じで再生一時停止、3タップでゲーミングモードが起動します。あと 1.5 秒長押しでノイキャン、外音取り込み機能、オフをですね、切り替えることができます。なので曲戻しがタップ操作では行えなくなっていますが、それ以外はね、すべてタップ操作できるので、そこまで使いにくい印象はないですね。はい。それから最近ですね、オンラインミーティングで通話でね、イヤホンを使用する方も増えてるので、通話品質を確認していきます。今ね、この Air 3 Pro のマイクで録音しています。スマホのね、ボイスメモアプリを使って録音していますが、音声の感じはどうでしょうか？それから音質についてですが、値段を考えなくてもかなり音質いいです。低音から高音までバランスも良くて、少しだけね、この低音が重たくなっていて、フラットすぎてね、味気ない感じもなく、個人的には好きな音質ですね。低音はね、フラットよりも少し重たいかなっていうぐらいで、EDM とかね、そういうまあヒップホップ系の音源でも満足いく重低音ですね。でもこの多すぎてボワッとする感じもなくて、かなりしっかりとね、まとまってる印象で、この価格を考えると低音の質感はかなりいいと言えますね。ボーカルもね、低音に埋もれることなくね、しっかりと前に出てきてね、楽しみやすいですね。かといってね、変にこの前に出すぎていて、楽器とのね、この混ざりが悪い感じもないですし、かなり自然でね、ナチュラルになってるのがいいですね。高音もですね、出すぎずに刺さる感じもないので、とても聞きやすいですね。まあ、かといってね、そのこもっている感じもないので、高音もね、自然で誇張した感じがないのがいいですね。全体的に中高音はですね、誇張した感じがなく、自然な質感でね、聞き心地も良くて、そこにですね、少し重たさのある低音が組み合わさって、聞き応えもあるのでね、完成度はかなり高いですね。やっぱりね、低音がフラットすぎるのはね、少し味気ないかなとも思うので、これくらいのね、存在感で中高音はスッキリとした感じなのがね、やっぱり受けがいいというか、万人受けしやすいなと思うので、僕としてもかなりおすすめしやすい音ですね。サウンドピーツがですね、音質重視で設計したというのも納得できますね。かなり完成度高いと思います。それから微妙だなと思ってしまった部分なんですが、全くなし。もうね、言うことないですね。やっぱりね、イヤホンって音楽を楽しむものなので、まあ、いくら安いとはいえね、音質もね、妥協したくないなと思うじゃないですか。Air 3 Pro は音質もしっかりとしていて、ノイキャンや外音取り込み機能の性能もね、値段考えるとかなりすごいので、まあ、これはかなり人気出るんじゃないかなと思いますね。はい、ということでサウンドピーツの Air 3 Pro のご紹介でした。ノイキャンやね、外音取り込み機能も搭載されていて、
まあ、10点満点中で8点とね、価格を考えると十分すぎるクオリティです。低遅延モード搭載でゲームや映像も楽しみやすいですし、それでいてね、音質もいいのでびっくりしました。アプリにはね、対応していないので、まあ、そこが気にならない方であれば、僕としてはかなりおすすめしたいですね。AptX Adaptive にも対応しているので、まあ、対応のスマホを使用すれば、ハイレゾも楽しむことができますから、今までね、本当に多くのね、コスパのいい完全ワイヤレス製品紹介してきましたが、これだけ完成度が高いのは初めてですね。僕としてもですね、自信持っておすすめしたいなと思います。まあ、この価格帯なので、そこまでこだわりがないっていう方もね、多いかと思うんですけども、まあ、正直こだわりがないんだったらもうこれで十分満足できると思います。下にですね、リンク貼っておきますので、まずはぜひチェックしてもらえればなと思います。ということで、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それからね、下にTwitterのリンク載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。ラーモでした。